店長の指導をしてる、はい、河合さん、河合さんです。河合です、はい、京都大学の、はい、どこですか。の工学部。店長の状況とね、はい、曰く数学は得意らしい。英語はどんな感じなの。英語は単語は結構覚えてる。で、数学は何をやる。これからどうするの。模試とかも受けてるとか。絶対受けます。はい、OK です。はい、入ってください。はい、入りました。はい、ということで、店長もっと下がって。いや、下がってないです。いやいや、もうちょっと中腰で座ってるんですね。はい、で、はい、ということで、店ちゃんの先生に来てもらいました。はい、はい、店ちゃんの指導をしてる、はい、河合さん、河合さんです。河合です、はい、お願いします。ちょっとさて、すげえ絵面だな。どういう状況だよ、これ。ごちゃごちゃってない。ほんと、許さいってこと。これ、音やんなきゃいけない。一名酔っ払ってるんだ。一名酔っ払ってるからさ、大変な音になって。これ、酔っ払うんじゃないんですか。そう、さ、これ、てんちゃんの講師ですけど、指導してるんですね、普段ね。はいはい、ちょっとだから、この電池が切れるまで、あと 5% しかないんで、ちょっと大変なんですけど。足の息ですね。はい。あと、充電しないんすか、じゃん。そうそうそう。ほんとその通りなんだけど。充電しましょうよ、今。5分間の間にちゃんと喋れるのか、で5分ぐらいしか持たないんですよ。マイク持ってきてるのに。そう、マイクあるのにね。充電はしない。そう、困ったもんだぜ。で、こんだけ喋ってくれてるから、普段俺さ、編集の時あなたの音声全部上げてんだからね。今日は。そうなんですか。そうだよ、毎回全部上げてんだよ。めんどくさいんだから、声が小さすぎて。めんどくさいな。めんどくさい。めんどくさいもんだって。はい、言い過ぎじゃない。で、そんな、てんちゃんの状況とね、はい、どうなんですか、今やってて。今、とりあえず英語と数、まあ、数学を今始めてもらってますね。はいはいはい。まあ、分かれ曰く数学は得意らしいです。本当ですか。まあまあ、だから河合のさ、ね、受験生版出た時にさ、河合の教材見た時に数学とかあったからさ、はいはい、数学もやってんだなとかって思ったんですけど。可愛いって言っていいんですか。可愛い。いいよ。あの企画はただ隠してただけで、俺はもう関係ないから。ね。可愛い塾のね、あのテキストと謎の模試の結果とね。はい。で、はい。で、その今やって英語はどんな。うるさい。英語はどんな感じなの。英語は単語は結構覚えてきてますね。何やってるんですか、単語帳は。単語帳はインフレでしたっけ。キンフレもやってますけど、トイック、キンフレとデータベースか。データベース3000。あー、データベース3000。3000か。こうやってますね。はいはい、赤いやつ。赤いやつ、はいはいはい、で、なるほど、そこやってて、他、英語何やってるんですか。あとは、最近、その、だから医学部受けたいって言い出したんで、はいはい、うん、解釈70。あー、入門英文解釈70。をじゃあやってもらいましょうってことで。やってんの。はい。入門解釈、できんの。はい。いや、できないでしょ。いや、できないですよ、それが。どうやってできるの。単語力上がってるんで、できないんですよ。単語力上がっても、だって構文取れなきゃいけないんだ。いや、できるんですよ。構文取れんの、本当に。え、できてますか。いや、解釈何十のチェックまだしてないですね。あ、してください、ま、今度。え、送った、送った。送ってないです。送ってないんかい。じゃあ今まではじゃあトイックやってたってこと。今まではトイックやってました。ああ、これから受験英語にってこと。これと頭切れちゃってると思う。ですか。違うわ、はい。で、あ、そういう感じでやってて、で、数学は何をやってるの。数学は元気が出る数学の、まず 1A をやってもらう。元気出て気持ちよくなりそうじゃねえ。はい、なるほど。これからだってボーリング行くとか言ってるしさ、もう本当にもう何やってんだよ。行きますよ。この状況で行くから。行かない先生に。で、河合先生、でもね、河合先生自体もちょっと英語の勉強するんだって聞いたんですけど。そうですね、ちょっとやっぱ英語のベースの講師してるんで、はいはい、も模範にならないといけない。そうそう、だいわゆる京大なんで、そうそうそう、はい、京都大学の、はい、どこでした。京大の工学部ですね。そう、工学部出てるんで、はい、修士も出てるんですね。修士も出てます。はい、なんで土下座レベル。土下座レベルの人習ってんだよ、あなた。それで、じゃあ工学部行ってて、で出て、はい、で、だからそうそう、読めるんですよ。読めるけど聞けないんですよ。聞けないんですよ。松原さんと同じなんですよ。耳が全然。そう、だからそこをね、ちょっとやるからにやっぱトイック、目標はトイック、目標は950です。あ、950、もう900取ってんすか。900まで取ってん。取ってないんだよ。これから。まあこれからですね。あ、そうですよ、だってなんて990です。990じゃ大変だよ。勝手にあげないでください。てんちゃんに教えてるわけだからね、やっぱりプレッシャーあると思いますけど。そうですね、できるようになんなきゃいけないと思うんで、
そこね、もうあと 3% しかない充電が果たしてできるのか、この絵面何なんだろう。携帯に変えないんですか。携帯に変えない。え、で普段で、え、今、まあ、指導、え、な、週いくつしてるんですか。週1ですね、基本。あ、週1、はい、で、進捗のチェックみたいな感じで。進捗のチェックと、はい、あとまあ問題をちょっと出して、はい、理解度のチェックと。ああ、なるほど。それできてんですか、問題の、まあ、理解度出して。その問題、TOEIC の問題はまあ、はい、できたりできなかったりです。できたり、ほんと文法をまず理解してるのかっていうのがそこがね、怪しすぎてね。絶対文法できてないでしょ。そうそう、英語を教える側になるはずなのに休学してやっぱバイトばっかりってことですね。そうですね、バイトさんないですね。ちょっとそれじゃ困るわ。でも困らないのか、二人とも困るわ。いや、ちょっと問題ではないんです。取ってくんないと。いや、それ知ってるよ。ありがとうございます。ありがとうございますじゃね。で、じゃあで、河合さんの方は、はい、じゃあから950目指して、トイックプロジェクトということで、はい、はい、お願いします。お願いします。もうスーッと行っちゃった。普通ええー、とかじゃなくて、もう、はい、もうちょっと本気で、はい、本気でやらないと。だってこの動画出たらもうプレッシャーですよ。そうですね。あ、もうやんなきゃってなるわけですよ。そうです、ね、僕怠け者なんで、こうプレッシャーかけないちょっと講師なのに。はい、やっぱでも京大行ってますからね。京大工学部行ってるから、まあ、そこはね違うはずだから、てんちゃんとは。全然違うから。Thank you for watching を先に撮っとこう。あと1%しかないから。あと1%。くすぐったよ。はい。あと1%だよ。あと1%だから。もう途中で切れるから、これって絶対。そうそう。本当だ。その携帯に変えました。その間に、もうとにかく喋っておく。ひたすら。はい。もうなんとか、ならなかったらもうわかんない。てんちゃんのなんか歌ってるシーンとかで繋げるしかない。歌ってるしない。はい。まあまあ、そういう感じで今やってるところです。でも、医学部だったらもうちょっと指導、ほんとね。そうですね。エースだけ。だって国立目指すって言ってるから。いや、もう、協定もいるんで。そうですよ。9000円科目ですね。マジで受けんの？受けました。絶対受けます。もう逃げられないよ。もう死んでも受けます。いや、死んだら受けられないって言ってんじゃん。でも、そこ立ったら移んないし。でも、だってさ、これからどうすんの？模試とかも受けてったりするわけでしょ。絶対受けます。受けんの？金ないんで、どうしましょう。いいよ、出してあげるけど、結果出せよ、ちゃんと。あれもう、嘘結果は許されないからね。嘘結果は許されないから、だからちゃんと受けて、そのまま出してもらいますからね。受けられなかったとか言ったら請求ですよ。2倍の請求、模試代2倍請求ですから。だからちゃんと受けてください。ちゃんと受けて、結果持ってきて出せば、それは OK です。出してあげますから。だからそれを、ね、事後受験とかね、嘘の結果出されたらダメですからね。そうだ、それをやられたら困りますんで。はい。あ、もう電池がない。0% になりましたんで。はい。ということで、じゃあ2人、もし受験と、はい、トイックということで、はい。2人頑張っていただきましょう。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. バイバイ。果たしてこれ大丈夫かな、これ。電池マジで心配。酔っ払いすぎだ。どういうこっちゃ。これはもう大丈夫なのか。ボーリングついてくれたらしい。ボーリングに行くか。なんで行くんだよ。あれ、真相知りできますよ。何できます？真相知ります。真相？何の真相だよ。酔っ払った真相。酔っ払った真相は別にたくさん飲んだだけでしょ。知らない。そこはどうでもいいよ。そんなのよりも、勉強ちゃんとやるかどうかの方がよっぽど心配だよ。勉強しっかりやるな。バイトばっかやと。そうそう。バイトばっかやってんじゃん。だからそれをさ、ちゃんとやれるようにさ。いや、録画できてるよ。できてるけど、もう死ぬよ。はい、ということでした。